円慶方針の受栄2年11月19日は、平安時代末期の皇族、そう、後白河天皇の第四巫女。母は、平永平神獣の娘、訪門局。通称は八条の宮。無本ではあったが、四天皇寺別等を務め、また皇族で初の恩上寺長理となるなど、父である後白河法皇の陰性を仏教界から支えた。 しかし自称四年の持人王の挙兵において、イボ兄である持人王が、恩城寺に逃げ込んだ際には、平家法に情報を提供するも、王への協力の権威をかけられ捕獲されそうになり、四天皇寺の兼業職を停止されている。その後も、法王の新編に施行したが、そのため、樹永二年の源義仲による法従自伝襲撃において、義仲軍と戦うこととなり、 戦場からの逃亡の途中、火山寺デラ付近にて射殺された。後続である遠慶の戦士は、同じく宝十寺合戦で撃たれた天台座。妙運のそれとともに、当時の貴族社会に衝撃を与え、九条金真は、極陽において、未だ騎士構想の核のごとき何に送付を聞かずと、外端している。後に、弟子の行成上人によって、遠慶方神能と天台座。 妙雲の遺骨は、高野山へ納められ、調理棒が混流された。ありがとうございます。